はい、ピースケでサクスペやっていきます。はい、初回プレイでございます。はい、行きましょう。でですね、40ということで意外とねなんかね、トラップキャラが結構いたなっていう感じでした。はい、でまあそういうのを踏まえて今回は、アイドルワーちゃんパーちゃんと、覚醒したゴブリンで、まあこういうキャラ2人って感じで使っていきたいと思います。はい、で練習改革が筋力しかいないので、トイ君を入れて、まあ、バランス取っていこうっていう感じでございます。はい、まあ、あんこと縦橋いるけど、まあ、ちょっと入れれるならもうこいつしかいないのかなって感じです。はい、言いましょう。あとはやること一緒です。やっぱでテーブルを見極めるっていうのがまあレンチャレのまあ一個のねポイントではあるのかなっていうふうに思っております。いやはや、あとはハマるかハマんないかは神のみぞって感じなので、ハマってくんねえかなーって感じですね。まあ多分5万は超えてきそうだと思うので、上位最上位全然ハマんないな。まあ、なんで1回でいいからうまいことやれたらいいなと思います。あ、2人だけど強いね。ナイスです。点数のバランスがちょっと変わりそうだな。あ、ナイス回復。ここでレンチャレで千丸選んだらさすがにアホだなと思うので、はい、3人以上しっかり読んでいきたいな。うん、でパワーはねやっぱ回復強いのと、あの40チームの中だと、まあ、タックボーナス高いのでみんな、わーちゃんもねプラス40だしね、わーちゃんプラス40ですし、140% ぐらいになってるのかな、ちゃんと見てねえわ。パーちゃんが120ぐらいでって感じだったと思います。強なんだこれ、なんか敏捷伸びますね。しおり入れようか迷ったけど、これは入れないで正解だったかもしれない。あ、こっちか。なんか思ったより行くなと思ったら、違うとこ上げてた。敏捷ですね。なんか敏捷いっぱいくれる何かがあったのか。秘宝とかか。ナイス回復。やっぱゴブパワーはまあ回復がやっぱ強いので、やっぱそこがいいですよね。なんか割と普通にサクセスできてる気がするんだけど、あとはさばけるか問題だよね。あら、何も練習ができない何も練習ができないモードに突入した。遊ぶか。これどうしたらいいんだっけ。どうしようもない。なんだっけあいつ、立石くんかなんだっけあいつとか言ってごめん使ってんのに。あー、どうしよっかな、こっちかな。ていしくんもね、まあちゃんと強いっちゃ強いので、伊達に常設ではないので、なんか他にいい打撃キャラがいなかったんだよね。みんな覚醒し、てか解放できて強いみたいな子ばっかりなので、なんか守備型が出来上がりそう。
上でいいのか。選択肢めんどくさいからな。あ、ナイス。カンコンカコココ。イケメンだよね、立石くん。黒の部分が。てか、だいぶ回復損してるな。2人でこんな強いの、この人。ミートコツいいね。はいはい、続ける。あ、また間違えたかな。あ、これは踏みたい。ビルドパワードリンク。なんか強いんだよね。はい。あー、ダメか。回復がね、いいタイミングじゃないので。うわー、削ってくる。さすがに無理だ。はい、ゴブリンです。あ、間に合った。偉いですね。エラミーです。あ、これクソですね。トイくんの方がちょっと可愛く作ってんの腹立つよね。なんだこれ。二刀流とか作れそう、さばいてたら。リトルシュイ。パワー強いな。でも我慢なんだよな今は。いや、でも引きたくなる人多いと思うな、これで。試しに使ったら。はい、マミクリ。バランスいいですね。あ、溢れたかな、大丈夫。イベント全然わかんないから全部適当。正直今。いいよね、別に。なんか更新、なんか1回ぐらい更新できそうで怖いんだけど。真面目に査定振ったら。はいはい。これはここ普通に踏んだ方がいいか。で、3ピラー出動ですね。やっぱみんな鍛錬なのがいいのかな。やっぱしっかり鍛錬の補正がかかってるってことだよね。
どうしようかな。賛否れるね。うわ強い。賛否が必要ないレベル。もしかして鍛錬積めばいいだけ？鍛錬補正すげえ高いんだけど。こんな鍛錬補正高いの？1.5万。全然違うんだけど。俺が必死こいてやってたのと全然違うんだけど。ここは3ピルね、さすがに。どうしようかな。3ピッチャーか。魔力の関係もあるので、で人いっぱいいる割にあんまり秘宝持ってないとボーナスかかんないのかな、もしかして。あ、これダメ。敏将が栗も打つか。ちょっとデートと打撃系、もしくはメンタル系みたいです。そこばっかかい。さすがにだな。五分。ちょっと失速してます。あー、なるほど。敏将どうしようかな。敏将もう取り切ってて溢れてるので、取るものないな。130。走塁改革いればね。まあ、レイリーが、まあ、多分わざと外されてるのかな。
感じなので、まあ、外すほどめっちゃ強いってわけではないんだけどね。まあでもいないとちょっとなんか不都合感を感じるというか。はい、ゴブリンあと1回。ちょっとやっぱ失速してますね。こっち行きます。はい、完走。あ、やる気下げんでー。あー、なるほど。まあいいでしょう。ラミーが回復させろ。なんか技術があんま稼げてないんだよね。赤なくなるで。ああ、まあこれは行ってもいいかな。はい、いらっしゃい。やべ、サボり寄せ。なるほどね。まあでも普通の点は出てる。いつも通りぐらい。はい、こう一発で直してくれたら神だな。来い。あー、残念。もう一歩だった。これ行くしかないな。頼むよ。今のは3ピラなくてもいいぐらいの強い練習だったって感じですね。どっかにいいやついない？頼むよ。あー、監督直して。あ、全然ダメ。
ラミーちゃんにかかっている。頼むよ、直せ。あ、全然直さない。ちょっとこれは、いや、通院したとてって感じなんだよね。ほらね、もう行くしかないわ。ラミマジ頼む。オッケー、危ねえ。緊急回避。いや、ただね、もう余りまくってるんで余りまくってるんで、だいぶ地獄かもしれない。でも点は出てんだ、すごいね。パワーが強いな。正直40フル覚醒でいいなら引くってなってくるレベルですね、ほんと。あー、行こっか。引かないけどね。いや、そのぐらい、そのぐらいっていうのを言いたいだけ。そのぐらいっていうのを言いたいだけなんだけど、だいぶ強いな。マミクリ使っても良さそうね。でまだ3ピレるから、うん、もう4万は全然いくでしょ。何取ったらいいんだっけ。サブポジ取りまくればさばけるんだっけか。牛若は偉い。はい、ああ、どうする。3ピって放出しちゃえばいいか。こんな使い方初めてしたわ。いや、普通に普通にいつも通り点出てるのよね。お待
2回の裏エジプト攻撃に入ります。この回の先頭バッターは砂田。打ったこれはいい当たりだ。4回の裏1点を追いかけます。エジプト攻撃に入ります。トップバッターは砂田。初球を打った、掴みました。これではエジプト逆転のチャンスです。ツーアウト満塁という場面で砂田ストライク。第2球投げた。あっと、こんな分かりやすく強くなってると思わなかったな。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で砂田、今日5打点を挙げています。低めボール球打った、取ってこれで3アウトチェンジ。エジ負けないで危な油断したわ、油断しました。はいはい、放出アップ、吸収アップ、怪我率アップ、全然強くならないまあもう握りっぺですね最後。終わり。緑ぐらいは作れそうだもんね。ここで4万、まあ試合での4万か。なるほどね。いや5万は全然いくと思う、多分サボったし。お待たせいたしました。さあ先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で初球から打って取りました。ちょっと待って、同点で迎える3回です。ツーアウトランナー一塁という場面で砂田、第一打席はライトフライに倒れています。投げた、見送ってボール。第3球きた、いった、入った入った。エジプトリードで迎える5回です。ノーアウトランナー一塁という場面で砂打った、強い当たり、ライトセンター。エジプトリードで迎える7回です。今日2打席連続でホームランを放っている砂田、投球これから2球目。打った、これは強烈、いった、入った入った。エジプト、メンタル来い、来ない。アイテムがな、アイテムケチってるんでね。まあカロバならもっと伸びるしって感じだな。まああとゴブリン覚醒したのが大きいかな。第9投げた、初球空振り、サイキック、ここは引っ張りに警戒します。投げました、打ちました、痛烈、いった、入った入った。3回の裏エジプト攻撃に入ります。この回のトップバッターは砂田、投げました、ストレートはボール。サイキック、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。もう5万点出てんじゃん。投げました、これはいい当たりだ、いった、入った。マジでこう連チャレで更新狙おっかな。インチャレで PD 作れるかな。第2球投げました、またも空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げました、あーっと、いった、入った入った。ファーストとかで、ファーストかセカンドで、エジプトリードで迎える7回です。セカンドがいいかな。ツーアウトランナーなしという場面で砂田、今日来た、いった、まあ、1人ずつ作れるのが一番いいんだよね。ちょっと俺ここで更新させてもらうかも、マジで。各60だもんな、あとちょっと上げれば。金徳クソ適当に振りすぎたんで。2回の裏2点を追いかけます。エジプト攻撃に入ります。先頭バッターは砂田、
げた、アウトコース低め、ボール。第3球打った、これは強烈、ライトセンター。エジプト同点のチャンスです。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で砂田、さあ次の投球打ちました、痛烈、引っ張り屋なんですけどねこの人。小田降板、あ前座エジプトリードで迎える4回です。来いよ桜。ノーアウトランナー一塁という場面で砂田、今日4打点を挙げています。投球これから2球目、低めボール球、打てなかった、ボールは中継、砂田、俺の負けだ。エジプト、あいない、スタミナねえな。あバカ、打ちました、初球打ち、ファール、投げた、打った、これは強烈、いった、この人引っ張り屋なんですけど。エジプト、いや何点かな、小説はエピローグあったはずなんで。わわわわ、アラミちゃん包帯取れちゃった。じゃあねー、さあ初回何点でしょう。サボり癖マジマジ腹立つ。はい、普通に出ております。何の問題もなく点が出ております。はい、うん、まあ査定はね、ごめん適当に振りついたんでさすがにあれだけど、いや更新できるなこれ。はい、ということで何位でしょうか。51位、まあやっぱ出てるよね点数。うん、ということでまあまあちょっとなんか目的変わりそうですけど、はい、ちょっとガチャ引いてないので、はい、パワー使って遊ばせていただきたいなと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。バイバイ。